はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビターを始めていきたいと思います。はい、今回は10位の高知四万十すですね。なおですね、ここまでの成績見てみますと6位貯金2となっております。ということで、今19試合全部で22試合なんで、この試合に勝つと貯金を持った状態でこのシーズンを終わることができます。引き分けでも借金はないということですね。また、3試合なので6位以上が確定するかもしれないですね。ちなみにですね、あと日程見てみましょう。あ、一周空いてるんだ。あと、高知四万十すの、予備的な試合なんで、ある程度、そうですね、高知四万十すにダメージを与えておきたい、という気持ちもあります。うん。なので、くるみは残しつつも、緑は下げて、幸子今疲れてんのか。ヒラリーを上げるか。窓か。みゆきを、まなみも疲れてんですね。結構疲れてる選手が多いです。カルメンなのか、リオなのか、カナなのか、節子なのかやけど、カルメンかな。最後、萌の代わり入れましょう。ジャネットを彩香の代わりに入れます。彩香はそのまま残します。さつきと直子、ヤン。ヤンもいいですね。ヤンを直子の代わり。ヒラリーとヤンを入れ替え。クラリスをちょっとさつきの代わり入れますか、思い切って。ここはもう思い切ってやりたい。七子もいい選手ですよね。あ、そう、日本代表に、そう、前回の最後に選ばれてんですよね。くるみと、七子ですよね。二人も選ばれました。やっぱりこれまでの実績っていうのが大きく生きてますよね。見てください。くるみの成績。だんだんとシュート率が落ち、シュート数が落ちてはきてるんですけど、出場数も落ちてはきてるんですけど、シュートが、まあ今年もまあ15本ありますからね。エリカとか、まあ、サツキもアシストあんのか、ミオとか。ユーナもゴール1本のみってのはちょっと寂しいですよね。なるほど。みのりも結構アシストが多い。となると、まあ、この辺。おっと、サヨを入れてしまってる。カルメンを入れましょう。なんでサヨが入ってんのかわからん。ヒル、もう、まあ、サツキでいいでしょう。ちょっと下げます。ちょっと変則的な流れになってますね。んで、折り返して、フェイントついて、両サイドから。それで、隙を崩して、シュートを打つっていう感じかな。さあ、GA スタジオ、ホームです。客が結構まばらですね。下位だからかな、相手が。6位。高知四万十すが10位。こちらは客入ってますね。エリカもしっかりシュート決めてほしいですね。おっと、ギオンに捉えた。気をつけろ。
ミホの高さ欲しいですよね。ミユキがね、やっぱり、クリアで活躍してますからね。おっと、キアリーニがきつい。そう、ここ工作してる感じ。うまい、ヒラリー。なんで、なんで今渡しちゃったんだ？謎だ。ミホが必死にクリアします。おっと、逆に、エリカ、チャンス、さあ、クルミン、シュート、先制。一瞬の隙をついて速攻を決めました。これは客を大盛り上がりに行ってほしいですよね。ここで縦の一気の攻撃、早いですよね。これが我がチームの魅力です。輪をくるくとひっくり返しちゃうんですよね。おっと、キアリーニ超えられた。ちょっとやばいぞ。危ない、危ない。さあ、ジャネット必死のクリア。さあ、まだピーチは続きます。うまい。おっと、しかし。くるみがここを守備に戻ってきたんですよね。いい判断あった。ちょっと遅れた。くるみか。さあ、エリカ。決めろ！決めた！ 2 点目！ナイス、くるみ。ちょっと弱かったですけど。この2点目は大きい。ここですよ。くるみがパスでアシストを手しましたね。エリカ飛び込んできました。さあ、相手をパワープレイが始まりますね。積み上がれてる感じですかね。さあ、夏木がしっかりキャッチ、相手の様子を見ながら落ち着いて、ファールじゃない。ノーホイッスルだ。おっと、当たっちゃった。逆に朝比奈に当たってしまう。まだですね、選手交代は。さあ、また出した。前半もあとわずかです。アディショナルタイムは1分、前半終了です。悪くはないですよね。なんかよくわからない流れになってますが、後半です。引きながら一気に上がってくる流れですよね。攻撃重視って言っても守りも固い。さあ、届かない。三池が疲れてきますね。早速彩香にするか、カナにするか。カナを思い切って行ってみましょう。お、出ましたね。オクライスが疲れてるぞ、ここ。7個行きますか。7個とマドカを入れ替える。お、意外、いきなりゴール前行きました。早いですね。ボールを早くも捉えました。お、くるみ。エリカだ。
ちょっとこれ守備の相手の守備が厚い。しかしクルミがとオフサイドか。うん、余裕でオフサイドですね。さあ一気に選手が疲れてます。特に右側の選手が疲れが結構ありますね。カナが上がっていくといいのかな。そして、疲れてる選手が2人、エリカとクルミ。誰を入れようか。ミッドフィルダーですよね。ミオかな。ミオをヤンと交代。さあ、ここはゆっくり攻めてます。危ない。さあちょっとここは重要な場所、場面です。ん、誰だ。おっと、広瀬がにキャッチされました。さあ交代枠使い切ってます。おっと、結構やばいですね。危ない。夏木の好判断。スススッと動いて取ってますよね。美穂。美穂も疲れている。オフサイドですか。結構深いところでオフサイドになってますね。ちょっと選手戻るのが遅すぎる感じはあります。ちょっと守備に不安がありそうですね、これは。あーっと、ここでエリカが対応できていれば3点目だったんだが、あと、くるみ。さあ、逆にここは気をつけないといけません。キアリーニ、朝比奈。くるみが最後までしっかり動いてきます。さあ、まどかが、そこを見よ、ラストチャンス。おー、試合終了です。先制したのはクラーカリバーズでした。こう、うまく縦の一瞬の隙をついて、マドカからエリカ、そしてクルミがボレーで決めました。これも危なかったですね。キアリー抜け出す。そこすると、危うくカルメンも拾いも見事でした。2点目も入れました。クルミ、このナイスパス。エリカがなんとか決めましたね。はい、結局この2点が全得点となったわけですが、キアリーニ、ここからですね、相手の攻撃がどんどん強力になってきて、パンチングするのがやっとなんですよね。その後攻めていきますが、攻めはかけて最後は勝ちましたね。ボールを支配率が全然下なんですよね。シュート枠内もクラーカリバーズに2つ、つまり枠内に入ればゴールに入る、枠内に行くまでに結構苦労してるというのは分かります。基本的にカウンター攻撃ですね、クラーカリバーズは。というわけで、まあ、押されてる感じもありますよね。ただチャンスは逃さない、カウンターを武器にしているという感じです。おっと、節子から、監督ジャネットが試合中に怪我をしました、打撲で2週間戦列を離れますということで、ジャネットの怪我やってしまった感じですね。はい、これですね、6位以上確定、かつ、今シーズンの貯金が確定です。わー、パチパチパチ、残り2試合ですからね。勝ち数で言えば、リマッセ大阪とそんなに差がないんですよね。最も、この試合で2位の、2位、つまりアジア CT 選手権の可能性はなくなりました。
残念。というわけで、残念ではありますが、まあ残りの2試合、貯金も決定したし、どういう戦い方するかですよね。七子が悔しがってます。貯金3ですね、これで。来年は優勝狙うかな？狙えようかな？で、またですね、一周明けて、高知四万十すと、ジャパンカップ2回戦を行います。まあ、まず、ほぼベストに近いメンバーで、2対0と勝ち切りましたんで、当然ここも、勝利と行きたいとこです。はい。まあ、そういう意味では、なかなか、押されてた部分はあるとはいえ、決め手がこっちの方があったんで、いい流れを掴んできたんじゃないでしょうか。はい、というわけで、次回、はジャパンカップ2回戦、もう一度高知四万十すと戦います。ご期待ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、説明欄にアドレス記載してますので、よろしければ見てください。この動画の最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。お時間ありましたら、アクセスしていただければ嬉しく思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。